本日は高柳にある秋吉に来ました。マリ今日実はやねんけど恥かかされる。秋吉のメニュー全種類制覇いきたいと思います。お全メニュー私それプライベートでやったことあるわ。え食べきれただからあ串も全然いけますよ。俺とコイタンとナギさんは好きなもん食べるけどマリは好きなもん食べれません。マリだけ？え？え？マリだけ全メニュー。今日ねあれ。今日ドッキリでした。マリだけ全メニュー一人で。まあマリならいけるよ。え串はいけますよ。2週できる、まあ、このメニュー。このメニュー。さあこれも全部やってる。あそう全種類。全種類。全種類まあまあやけどね。まあまあやけど最後米何個かあるからね。米だからそれはお前のピッチで頼んでいいよ。あ米系だけでだったからそれはお前のピッチで頼んでいいよ。いやだって考えてや単純計算1ページ目で40本あれんて。ギブありやギブあるやろ。まず串から攻めるわ。お串から行く。ああ串は攻めるわ。ポジティブ思考で行くわ。じゃあ注文してこい。注文して。注文していきましょう。注文してこ。ピンポコン。秋吉の秋吉の秋吉の全メニュー制覇いきます。あ飲み物は別です。飲み物は飲み物は別ですよ。食べ物これ全部いきますね。全部いきます。拡散といていいっていうもの、はい、それではチャレンジスタート。とりあえず全部ですか。焼き物、うん、焼き物全部、はい、あれの分全部ですね、うん、いただきます。じゃあこう攻めていく。 OK。わあ。うん。うん。もうこれ持ってて。あ、壊れてるから。これ全然出るわ。まず。私もう薄々気づいとってんで。うん、これ俺に言ったよ。これなんよ。これいけないな。トマト、ピーマン、チーズ。はい。あ、これよ、いけないな。これマジ3いったやろ。マカドリを追加で。マカドリいったこれを。なるほど。でも私、1本ずつこうやって食べてっとるから。うん。俺、2ずついっとるわ。3ぐらいいったかもしれない。嘘つけ。私、次で10本目ねんて。ん俺もや。余裕でいけそうやつ。若鳥も終わってますね。若鳥終わった。じゃあもう渚さん純剣しか食べれない。本当や。なんか言えばいいよ。純剣言おうかな。一応言うよ。あと5億。あと5億言った。これターン？うん。タンはしよっしょ。タンはどっちでもうわこの弾力腹くれるやつや。分けたらよかったのに。本当や。あ分ければ。ありありあり。分けとるよ。え一個もらえる。あそうか。これとマリでやろ。うん。ああ。食べた。野村くん。もうコースや。今からコースや。え？今からコースで。私も絶対私の方が食べとるんけど。俺の方が食べとる。あれこれ11本目でいいんだけど。俺こうやって2本ずついっとるんだ。やったらもう終わっとるやろ。いや、入ったよ。どの辺から喋れんくなるかよね。結構早そうだけど。今こんだけ元気やけど。いや、楽勝っすよ。どうなるんだろう。おたけさんは最後まで使う。楽勝っすよ。でも楽勝っすよ。この路線ピーターの白くしかせた。いつも座ってくるんや。
皮マリこの辺食べて、カラシもう一個もらっていいですか。ここ、焼きたて。僕は早くじゃないか。分かっとるよ。ありがとう。自分のペース守らんと食べれんから。右側、あ、靴だ。うっそやろ、俺一本に対してお前。お前にはいいな。なめんといてもらっていけ。着地ごめんね。はい、どうぞね。うん、はい、これも。あ、玉ねぎ揚げめっちゃ美味しかった。この前初めて食べた。よっかな。あ、焼き物全部って言ったからちゃんと来てる。負けませんよ。竹中に負けませんよ。ピートロありますけど食べます？お、ピートロ大好き。あ、タレつけてしまった。え？まあ俺若鳥しかいつも食べんげん。若鳥も売り切れとった。あ、うん、うん。そういう。こちらが最後のボーカルだった。若鳥、若鳥？カンナシやっべ。これ楽勝やわ。もうちょっと本気出してもらっていいけ。これ楽勝やわ。私、腹6分目、7分目。ほら、マサヨでこんだけやもん。いやいや、本気出してもらっていいいきます。うん、野菜全部いくよ。これインスタも映えるから。日曜日に何しとれろな。かわいそうなやつやな、私って。ちょっとこの、こうやって。意外と、全部出してきて。これを乗せる。意外と、ギブ言いそうねんけど。早い早い早い。うわ。なんでそんな散歩でって遅っ。俺くさい、俺くさいこんだけだ。完全にセーブ入っとるもんね。もうね、守りに入ってきた。すごい賑やかや。なんかトマトとポテトも入って、なんか彩りもよし。うん。辛す。やっぱ。え、なんでここにからし入れたん？え？何にさやって？からしにこれしたらめっちゃ美味しい、ね、ほらこれ店長に教えました。ほらからしに大量のニンニクを入れる。ほらおー、美味しそう、美味しそう、美味しそう、それで、それをさらにこの、あの青いタレに入れるんでね、はい、ポテト食べたらめっちゃうまい。からしに？からしに大量のニンニクをダサーって入れる。おっしゃ。でそれをちょっと取って、あの青いお肉のタレに全部混ぜる。おお。でそれポテトつけて食べたらめっちゃうまい。あ、なるほどね。ニンニク完食。うちら毎回おかわり。ニンニク完食。いや、なんかやっぱ俺マリーを選んでよかったな。赤風が誰が食べる。マリーを選んでよかったな。バーディー渚さんやったらもう終わっとるよ。終わっとるってすいません、すいません。
ってこれ、もうこいたの誕生日すごい豪華や。いや、ありがとうって。これでも串の剥き方も量違うけどね。本でいいの。こいたの誕生日会にしたら豪華や。ありがたい。ちょっと めっちゃ串進めとるから、それ野菜いってくれんと。野菜いきますよ、任して。マリ早いもん。本当はこれより10分はいいけどな。今、今日ほら、ソーダ、ソーダで飲んどっからね、俺。いや、ソーダじゃなくてくればよかったよ。2年発言ばっかりになってきてる。大丈夫。そう。いつも黒ウーロン茶やん。黒ウーロン茶でいいんじゃね。じゃあなんで黒ウーロン茶じゃないか。あれなんでソーダみたいな炭酸みたいなお腹膨らますものになる。しかもお酒入ってるから。危ない、危ない、危ない。手がもう、そう、おぉ危ない。え、どう、お腹何割まで来た。9割。え消息すぎやろ。逆に何か誰ないわ。なんかやりやがったなって。あのままでいっぱい来る。ちょっとだけ夕方の方がよっしゃ、いける。あ、ごめんなさい。いや、いけるな、これ。うまっ。うまおいしいよね。うん、あ、すごいおいしいよ。よし、じゃあ俺こっちやっつけるわ、若鶏。ちょっせえな、マジで。ネギマやけど。え、ネギマ、ネギマ、あ、ネギマ、ネギマやっつけるわ、マリ。え、おお、心強い。マリ選んでよかったね。マリ選んでよかった。これ多分1万再生はいく。もう困る。これ1万再生いくよ。あれ、全国に恥さらしたくないし。これ1万再生いく。おっしゃ、すいません、麦焼酎炭酸割りで。あとソーダ、ソーダ、麦焼酎炭酸割り。ごめんなさい、サイダーやった。麦焼酎炭酸割りで。これ何、ピーマン。おっしゃ、何こうやって。あっ、あんまりまだ今熱いな。え、やっちまった。マリ行ったぞ、俺三本やけど。また洗濯物増えた。一回も我慢する。それでも取れるやつやね。そう、こっちでも大丈夫。いつもマジでめっちゃ飲み物飲んでる。こんなことか、俺。レモン絞ろうや、マリ。え、これめっちゃうめえよ。そう、初めて頼むかも。それどっち？一応こっち。俺ら？あ、先食べてもいいよ。いや、置いて、置くとこないやろ。多分、なぎささんが頼んでる。どこっすか？結構、あー、笑えんやつじゃない。笑える、大丈夫。大丈夫。大丈夫。せっかくそれ可愛い。大丈夫、自由やし。いや、でもすげえな。すごい、めっちゃ減っとるよ、でも。すごい。まだ全然。うん、いや、効かん。
言葉数も少ないもん。もはや喋らんけど。中入って炭酸入ってますか？入ってます。入ってます。若干。置いてますね。もっと店長。無理のないペースを淡々と食べ続けるのが一番やな。おっちゃん、前にピーチョロ行ったよ、俺。私、ピーチョロ3本行ったよ。なんてや、2やってや。さ、1やって、俺4行ったもん。嘘つけ、ま、盛るなや。俺4行ったよ。嘘つけ、盛るなや。どっちでもいい。どっちでもいい。あんま喋らんとかない。今日はチームやぞ。バディやぞ。バディやぞ。仲良くしよう。今日バディやろ。バディやこれ。お互い同じ目標に向かって走っとるから今。間違いない。今もったらどっちがどう関係ない。これをクリアせんなの。そうや。野菜いくけど。野菜いくよ俺。野菜いくよマリア。もうそれでお腹いっぱいになりそうです、サラダで。私、冷たい食べ物ダメなんですよね。何で？冷たい野菜食べたら一気にお腹くれるんですよ。うん、あ、分かる。あと、あったかい汁物。終わった。こうやってでもトマト1個。うん。なんで足りん？え？トマト足りんかった？大食いの人言うやん。はいはい。大食いの人言うやん。トマトってめっちゃ大食いの時に役立つって。そう。水分やからなんか。うん。でも私マジで水分取らんようにしてますもん今。うん、いつもめっちゃ飲むんですよ。うん、あ、そっか、水分取ったあれか。うん。うわ。バージー不甲斐ないんですけど。なんか声漏れとったもんだって。とりあえずってこれ終わったら焼き物は全部やから。あ、そうなんや。言ったよね。うん、マジで。うん、ほぼいった。余裕だね。え、マジないっすねんけど。キャベツいきました。お、私やったら絶対いかんわ。いけんかった。え、マリ、トマトは？うん、いけるいける。トマトはいけるの？使う？うん。こっち系はいける。トマト6いったから。一つきや。もう10あったもん。一つきやもんね。ほんとやって、ほんとやって10あったもん。またすぐ結果するの。だって半分じゃないですか今。半分じゃないって6いってる。今半分じゃないですか今。半分で4つしかないよ。6個あるわけないでしょ。で6いってんで。そうで、命かけるって。安い命やすトマトでかける命は安い命よ。おね、本当やめて。余裕。私日曜日に呼び出されて秋吉めっちゃ怖かった。ねえ。つけよ。え、でももうゴール見えてる。もうゴール見えてきたよ。いや、そうそう、結構もう見えた。え、マリ揚げ出し行く？行かん。そんな俺。あ、もうポケコ行くか。あ、ポケコ行って。俺揚げ出し。揚げ出し行く。つくねとか言った。ここ言った。うん、すごいね。いや、すごい。確かに食べとるもんね。食べとる。食べとる、ちゃんと食べとる。やっぱないやつが何個かあるから。え、もう、え、もう終わりやん。終わりやん。もうそこも結構、あと、薄いゾーンだけ。ねえねえ。
で、まあ、ここがやっぱ、うん、ここがね、あと気合い。好きやわ、それ。今の気分から何発や、マジか。私、秋吉ってもう食べるのやめたから30分後にお腹いっぱいになるんですけど、15分後にお腹すくんですよ。ほら、まだ閉店時間じゃないし。あ、だからここ終わってから、じゃだっていつも牛丼やりに行こうよ。え、じゃあ私いつもマジで秋吉、うわもう腹いっぱいや、くんぞいやと思って家帰るじゃないですか。でも私、準決いつも30分ぐらい持ち帰るんですよ。家帰った瞬間、温めて食っとるんですよ、もはや。やばい。やばいんですって。レベル高いし、私吉野家行ったことないんですよ。うっせや、人生で一回も。吉野家めっちゃうまい。何やったっけ、好きやのめちゃくちゃ大きいやつ。キング。キング。メニューにないから。トッピング全乗せで。キングはマジノーサンキューです。ゲー吐きます。牛丼牛丼になって帰ってきますよ。あ、すごいね。全然。ベロベロや。あの森はゼロ。揚げ出し豆腐行ったよ。揚げ出し豆腐とポテトやったら揚げ出し豆腐の方が良かったと思うよ。ポテトね、なんかうわすごいわ。うん、カメラの動かんでいい、動かんでいい。そうやろ。そうやろ。でも結構来とるよ、もう。意外と結構来るよ。え、意外と結構もう行っとれ。でも注文すればすぐ、今言っとくけど、もうあとここ3つとここだけやん。で終わり。行こう、全メニュー言わんないね。行こう、もう、うん、やっぱ私ひよんなや。あー炭酸きついわ。すいません、黒ウーロン茶1個もらってみたい。水割りでいいやん。炭酸きついわ。今黒ウーロン茶頼んだよ。私今日終わるまでこれ1杯しか飲まんから。マジ。それもすごい、飲み物入れんで飲むのがすごいね。いや、いつもやったらめちゃめちゃ飲む、うんね、うん、あれは言った、追加言った。でもまだ。おお。飲んでラストだね。早く食べて。ああ終わらんよ。おい、いいよ、いる、開けますよ、いる、これ大丈夫。おにぎり1個ずつやから、水水水、これここ入れるから、うん、でもそれの方がいいよね、流し込む、うん、もうこれで私のになるばっかり、うん、確かに。意外とマリ達成しとって俺がギブでリタイアセットからね。最低じゃねえ。それ最低、マリ頑張ったの。頑張ろう。意外と足引っ張っとるの。意外とじゃないねんて。でも一人やったらいけた。一人やったら野菜、あの、あれは、あ、そうか、野菜ゾーンがあったんだ。野菜ゾーンは助けられた。手動かす、ほら動画回っとる。え、で、マジで止まった瞬間、本当に食べれんくなるから。止まってしまっとるもんな。腹減るのを待っとるからね。もう、じゃあ気分ですか。いや、うん、ノー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 。もう口紅全然ないんだな。ほいしゃ。あ、こいたのお酒ない。大丈夫大丈夫。こいたのお酒ないよ、何さん。注文してあげて、すいません。もう人に転換し始めた。何、ミレイ、ミレイ。いや、もう生ビール。生行く。
何枚いく？あ、ここにあるよ。こちらのお客様から。もうちょっとずつでも食べ続けんなくて、うん、マジで止まったら終わりよ。そう、はぁ言うたら、うん、止まっちゃう。きついと思うけど。食べとるとこほら映さんと面白くないよ、動画として、うん、だってこれずっと静止画やん。マリこれも言ってラスト、ごめん、ほんとお願いじゃないと無理やもう。マリミッションマリミッションクリアできる。マリマジで無理。これも言って。顔。でも無理も。でも言って。わあ。クエルやろ実際。でも本当マジでお前見せてやっか中身。カパーッつって白飯いけてない時点でね。大好きねん俺白飯。えマジでとりあえず箸持っとらんか。うん、確かに確かに本当大丈夫。なんか赤だし触るでも何でもいい。その途中にキムチ素振りしとるから。その一環でキムチ一切れまずいかんの。これじゃあまあおっと、危なかった今。なんか飲んだからや。白を吸ってこんなことする。ねえ、クイタの力で白もらってや。うわ、どうかな。クイタの力です。白はもういらんねん。白もいらんが、うん、大丈夫だな。だって梅雨なくなっとるだけ。別に。なんか膨らんでね。なんか膨らんでね。本当本来汁でサラサラいけるはずねんけど、なんか雑炊食っとるみたいな感じ。電気帳思い出すな。私が2キロぐらい、もう2キロも食べれんかった便吉。まあ、便吉食べた後に私はハッグボーイめっちゃ食べとる。悔しくて。あ、いいよいいよ。赤だしいいよ、赤だしいいよ。うん、赤だしつったらなんかいけそう。ちょっといける。焼きおにぎりを返すわ。あ、でもほんとお願い。じゃマジでほんとこれいけんわ、ほんとに。ほんと無理やわ。これいったらギブやわ。これもきついもん。あ、きついって言ってしまった。時間が迫ってきてる。10時まで。え？時間あれば絶対いけないけどね。時間あればいける、ね、もう1時間ぐらいあれば大丈夫だけどね。うん、10時までの間もう終わるよ、さっと行ってしまえ。閉店10時じゃないやろ。わからん。10時ラストオーダーやろかな。そうか、ちょっと調べよう。10時ラストオーダーやね。うん、閉店。いや時間いっぱい使わんでいいから終わらせて早く。確かに。あ、そうだこれ。はい、ちょっとなんかやばいよこれ、まさかのおたけもやばくなってきた。全然減ってていいから。うわすごいね、ここでブレーキかかるね、やっぱ米で。ここが今ちょっとやばいとこねんな、2人ともが。いや、米やべえわ。米やべえ。最初に焼きのネギで言っとけばよかったかもしれない。え、それはすげえ思いました。ねえ、終盤にこの3つきついすぎる。あ、もうそれがきついんか。最初に固めすぎた。そう、最初に焼きのネギパッと言っとけば。確かにおかずあるからね。うん、2部する。うん。ダッセ。
だっせ。これボツになっちゃうよ。ボツになるね、うん、これ絶対しちゃう。タクゲロしてでも私は食いつく。それ、それいい、それ大事、素振り大事、素振り大事。これでも分かってしまった。噛まずに飲むわ。おお、新しいね。無理だわ。それ高度やろ、お前レベル高すぎやろ、うん、人は感じしまう生き物らしい。酒やったらいけるわ俺マジでね。酒やったらいけるわ。言って言って、喋って、喋ってお腹すかして、うん、素振りでちょっと素振りと喋ってお腹すかせ。酒ったら一人でいけるわ。酒やったらいけるな。ちょっと減った。いやマリノすごいわ、マジですごい。いやあれきついわ。答えるね、うん、四角でやられるっしょ。四角でやられる。かといって焼きおにぎりにはいけんの、もうすごいわかるの。もうこれさすがに食べたなって私も思ってる。このライスゾーンやっぱきついね。うん、一気にいっちゃ。次もしするんだらちょっとずつ小分けしてた方がいいな。対策やね、対策やね。もう今日食いてるからもう食うけどね。そうか、まあさす頼もうち。日曜日に私を呼び出してこれをした代償はでかい。いきなりビビったやろマリー。私もう怖すぎて落ちるよ、松木に私ついに首でも宣告されるんじゃないかって。でもなんで秋吉寝るわって。秋吉落ちるよって絶対ないわ。絵文字なしで送ってやって。秋吉落ちるよ。見させてもらった。見た、行く迎えに行く。何これって言うねん。何なこれみたいな。ほんで、あ、なぎさとドライバーあの見に行くんすよって言うから、うん、あ、あら、ちょうどよかったと思って投げさんに言っといて。ほんでほら、こいたの誕生日祝いもできたよ。いや、ありがとうございます。いや、でもいい時に電話した逆に、うん、でも、うん、こちらのせいでこいたん全然食べ物食べてない。いや、食べとるよ。これ、食べてきて、ちょっと食べてきて。あ、ほんなんや、うん、でもほら、本当は一人飯やったからね。ほやほやほや。俺はこうやってやっぱみんなで食べる飯ってうまいってやっぱ、うん、みんなで食べる飯ってうめえな。壁作んなって壁ノルマやん。ちょっとほんとこれ無理、これこれ無理やんって。これもう今これ食べ終わるまでそっちのデリトリーやから思わして。分かったよ、うん、入れた方が入れた方がいいがねえよ。いやいや、ちょっとほんとに入れた方がいいがねえ。ほんとに米苦手でて入れた方がいかんねんな。いや、ほんとに私米苦手ね。俺も今からパン食えって言われたらパン食えれんけど、米食えって言われたら。あ、大丈夫です。あ、ウーロン茶、ウーロン茶2つ。あ、お冷やジョッキで。あ、お酒も、お酒もラストだ。あ、じゃあ、大丈夫です。なんか、あの、日本酒とこうや。大丈夫、誕生日だし、ほら大丈夫、言って、まあ、あの大丈夫。なんいいよ、あれ持ってきてよ。うん、大丈夫、もういらんね。大丈夫、大丈夫です。大丈夫、大丈夫です。大丈夫です。誕生日何に控えめ味十分もらった。いいもの見せてもらった。それ以上のもの見せてもらったら大丈夫。44歳、幸せ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 。いいスタート切れるやろ。切れた。難しいね。噛み続けとるよ。あれは食いてるよ。
うおこれしやばい、なんかなんかやばそうになってますね。出そう、本当に出そう、マジでやばいかも、やばい気をつけろ
喉までいかんかった入らんかってで、もごもごしとったら、なぎさがちょっとやばいんじゃないとか言い出してやばくなかったよなんか出そうやってるえ、目の周り真っ赤っかになってきたから私も、え、吐くかもと思って出たって思ったマリが、なんか煽ってくれって俺別に出してないがね、おったら俺こっちの中入ってるやつが笑って出そうな面白かった、ね、面白くて出そうなのあれ面白かったよねいや面白かったけど何食べてこれはちょっとマリアの俺もお前玄関見たやろさっきいやいや食べれたけど人だよ焼きおにぎりじゃんけんするじゃんで俺ってギブになるもん、本当に本当それは殺すギブになるから、ちょっとマリ焼きおにぎりじゃんけんしようあ、いいねどっち勝った人、負けた人勝った人勝った人が焼きおにぎりを食べる勝った人が食べるね男気あるな、まあ、ちなみに私は1個食ってんけどね、うん、勝った人が食べるねさあよしいいよ焼き鬼じゃんけんじゃんけんぽいちょっと待って次何かなぁ高額支払いの時より真剣にもう分かったよいいよ、うん、薬莢にじゃんけんじゃんけんぽいーやったプープーあバッテリー少ないって思ったあやばい私は iPhone の充電器持ってますよあマジでおまだ 20% あれやろいや、これ何で出たかな最初のやつ 20% かな 20% やろじゃあまたもうちょっと大丈夫一応、借りてねまた大丈夫やうわあーよかった、焼きおにじゃんけんこれきちえこの米もともとそんなに得意じゃないからきちえでも、もうあのゴール見えとるねうん、ゴールはだいぶ前から見えとれんねんゴールはだいぶ前から見えとれんねんゴール見えとるよね、マリほら、マリがやっぱ手止まらんからねんのな秘訣はやっぱりちょっとずつでもどっか動かしないと多分死にますもう見とるだけだやだなんて行くなおっしゃおやっとキム来たよしいけだって普通にかっこいいよ。かっこいい。
よっ、キムチ。その顔見たくないの。キムチの酸味。タバコ吸いに来て。キムチの酸味やばい。キムチの酸味やばい。私もタバコ吸いたい。キムチの酸味やばいわ。キムチの酸味やばい。焼きおにぎりのおこげやばい。苦味やばいけど。はい。2人じゃないと無理やわ。でも、いけたよ。え？うん。1人じゃ無理やな。無理は無理。な、見て。パンパン。こんだけ。制覇いたしました。
ごちそうさまでした。ありがとうございます。じゃあねー。イエヘヘー。アイアトヤ生きているから出会えた人そのすべてにアイアトアイアト